るって。じゃーんと、今日はちょっと2つほどグッズが届きました。1つが待望のナンバープレートです。ナンバープレートとあとフロアマットですね。これがだいぶトランクがすごい仕切りでいっぱいになってますが、その下に引くこれ純正のフロアマットです。ここにちゃんとスープラって書いてありますね。ちょっとこれを設置します。一旦トランクルームを完全に空にして、ここにマット引きます。これをこうかな。あ、さすが純正、サイズぴったりです。あとなんか裏がマジックテープではないですけど、なんか滑らないようになってるんで、しっかりついて、これも素晴らしいです。じゃあちょっとここにまた物を戻していきます。こんな感じにして、できるだけ奥に洗車グッズ、手前は常に開けられるようにこんな感じにしてみました。じゃああとはナンバープレート、ナンバープレートの取り付けです。じゃじゃんと、よし、これでバッチリ完成しました。そうだそうだ、これで貼れて、これも剥がしていいはずです。あ、これ内側から貼ってました。これが何気に、視界を狭めてたんで、これ剥がしてしまえば完璧ですね。これなんかナンバープレートない間の時貼っておく、まあなんか証明書みたいなやつなんですけど、プレート正しいの来たので完全に剥がせます。あとこのファストトラックをどっかにこう見えないところに、できるだけ邪魔にならないところに、これETC 的なものですね。これなんかバッテリー多分ボタン電池だけで動いてて、もう何年も使ってんですけど、これでよく持ってるなって感じなんですけど、これ ETC 的に使ってるんですが、これどっか貼り付けたんですよ。今ずっとここにギリなんかこう滑らないようにしてなんとかやってるんですけど、ちょっとダッシュボードが邪魔なんで、結構邪魔なんですよね。なんか新しいやつ、もっとちっちゃいやつがあったような気がするんで、これを機にリニューアルするのもありかもしれないです。なんかもっとコンパクトになってたはずです。よし、これで完全体、フロントガラスもすっきりで、これで完全体になることができました。ちなみに GH6 で撮ってますが、これ微妙に暗所性能テストにもなってますかね。どうでしょうか。あ、そうそう、大事なの忘れてました。これいい加減鼻かさないと。これもシールなの、いつも忘れちゃってて、あんま剥がさないと逆になんか剥がしにくくなって後になっちゃうっていう説もあるんで、最後ここ剥がせば、これで本当にこれで完全体でしょう。完璧です。助手席もバッチリということで、完璧中の完璧でございます。
ちょっと暗証どのくらい綺麗に撮れてるのかもめっちゃ気になりますね。どうも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 入り方が分かんなかった今日またカメラが違う、うん、あ、一応じゃあ最初に言ってきます。今日はあの GH6 使っております。大丈夫？むずいよ。そう、うん、一応、まあ、何度も言うように、うん、マイクロフォーサーズ、これマイクロフォーサーズなんですけど、うん、どうしてもあの画角が狭くなっちゃうんですね、うん、だから一応これ10-25の、うん、一番明るいレンズを持ってきてるんですけど、うん、ちょっと重くないですか？重いし、これ長時間無理ですけど、なんか画面見えないからさ画面はチルトしてください。いや、これさ結構こうやってやるとほら、うん、これでいいか。一応 20mm どころ、うん、それなりに広角だと思うんですよね。あのフルサイズ換算 20mm 相当ですから、うん、ZV-1 に比べたら全然、うん、ZV-E10 に比べたら全然広いと思うんだけど、ダメ？納得がいってないけど。で今自分がどうやってこうどこに収めるかを、ああ、これでかな。画角を模索中ですか、うん、これかな、はい、ネズミカメラマンの、うん、あの持ち方とかね。そう、はいはい、その揺れにどうこれで対応できるかとか。手ブレ補正にはかなり強いという定義があります。あ、本当だ。どうですか？本当だね、手ブレ強い、今のガタガタがそんなに、うん、あ、すごいすごい。あ、そうなんだ、うん、すごいカメラマン、さすが。危ない、落としそうになった超ビビった。なんか持ち方がさ、うん、レンズがでかいからレンズのところがっつり持った方がいいと思うんだけど。いや、なんか動きそうで、そのあれで、あれなんかあれでしょ、触るとさ焦点合わなくなるんでしょ。焦点は大丈夫だけど、フォーカスずれないから大丈夫だと思う、うん、ほんとこれ動くよ。いや、焦点は動くけど、うん、それまあ直せばいいじゃん。あとどころかさ、こんな感じで持ってくるレンズの下を。いや、だって大丈夫かなと思って、疲れちゃうよっていう。あ、これかな。あ、これがいいや、うん、はい。で、ちなみにあのなんと、暴挙に出まして、今日これ内蔵マイクです。大丈夫？いや、なんか GH6 の内蔵マイクはかなり優秀っぽいから、うん、ちょっと攻めてみました。もうお蔵入り覚悟での内蔵マイク撮影にトライしておりますが、でレベルメーターどうですか？僕が喋った時に平気だね、動いてんね。結構綺麗に動いてるでしょ。うん、もうなんかね、すごいんですよ。あの標準よりマイナス12デシベルまで落としましたけど、で今日からちょっとあのレベル調整とかちょっとしたノイズキャンセルをかけていこうと思うんですけど、あの普段動画を編集しているのと同じ処理はさせて、あのしていこうと思うんですけど、はい、でももうマイクは内蔵でいこうと思います。はい、ということで GH6 10-25mm のレンズ、これ F1.7 だからめっちゃ明るいんですけど、うん、あのどこに向かってるんですか？ IKEA です。はい、ちょっと IKEA に、向かおうと思います。何年ぶりだろうか。結構久々ですね、うん、今日一応金曜日なんですけど、あの今日はあれですよ、あの大変な日ですよ。何？マックスタジオ発売日なんです。あ、予約したの？いや、あの購入したんです。予約じゃなくて購入してるんですけど、はい、あの僕の配送5月18日とかそんな感じで。ああ、そう言ってたね、はい、でキャンセルしました。おお、いい。そしたらで、あ、そうだった、今日買うかどうかって聞いた。なんかでそれも、うん、諦めました。あ、やめたの？もうないです。朝起きて、うん、一応アップルストアのサイト一応見たんですけど、うん、一番ベースの、まあ、安いモデルというか、うん、性能が低いモデルは、うん、一応今日店頭で受け渡しありますよっていう店舗はあったんだけど、うん、もうそれより上のモデルになったりとか、僕が欲しいやつ結構一番上のモデルなんですけど、それはもうなんか遥か未来みたいな感じで、全然なくて。でもなんかダンボさん曰く、朝日本のアップルストアでは朝一瞬だけ買える店があったみたいなおっしゃってたから、だから多分本当 1,2 台とかそういうレベルしか入荷しなかったんじゃないかなと思って、だからもうちょっとそれは諦めようかなと思って、うん、まあ、あ
とそもそも何回か語ったと思うんですけど、まあ、今回ちょっと Mac スタジオはそもそも見送ろうかなっていう、あの発売した時グワーってテンション上がって、うん、ちょっとついプチってしまったんですけど、うん、なんか冷静に考えたら今持ってるゲーミング PC よりも性能がいいってことはなさそうなんで、うん、だとするとちょっと僕の目的には合わないかなっていうことで、まあ、ちょっと冷静になりました。なるほど。今回はちょっと見送ろうかなと思ってます、うん、でもまあ帰りに Apple Store 近いんで寄れたらちょっと Apple Store に店頭在庫があれば見るぐらいはしてみたいですよね。ああそうだね。どのくらいのサイズ感なのかとか、うん、そういうのは知りたいんで。なんかさ、そう考えるとすごいね。それでもなおゲーミング PC の方が性能がいいってなんかすごいね。まああの電力を倍くらい使ってますから。ああそっかそっか。そういうところもあるの。サイズもでかいじゃない。ああそうだね。本体サイズもなんか5倍とかさ、うん、下手したら置き場所10倍くらいでかくて、あで、まあ、電力ももうほんと2倍3倍使っちゃうから、うん、まあそれで2倍3倍性能出るのは、まあ、2倍3倍出ないけど、うん、それより性能出るのはまあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないです。なるほどね。たださ、正直デスクトップだから、うん、あのなんかちっちゃさをあまりアピールされても、まあ、消費電力の小ささは大きいと思うんですけど、うんうん、とかあとうるさくないみたいな、うん、静かですとかそういうのは重要だと思うんだけど、うん、でも結構デスクトップってさ机の下に置いちゃうとかさ置き場所とかで結構大きさとかうるささは、まあ、まあまあある程度まではさ、うん、許容できちゃうじゃないですか、うん、私もそう思う。適材的、うん、性能がやっぱり大きくて、うん、何せわざわざ机の上になんてあの机の上にこう拘束されてまでしないといけない作業だったら、うん、パフォーマンス欲しいな、うん、それは私もちょっと思うね。珍しく意見があっただいぶネズミさんもなんかそういう意味ではあれだもんね。なんかこう効率よくもう気合い入れて作業するときは最近なんかまたゲーミング PC の方でやってんじゃん。そうだね。ヘビが嫌だとか言いながら。そうなの。だからそこなのよ。もうなんかヘビ嫌いとか言ってらんないから、やっぱりね、性能っていうか速くてさ、あのサクサクできる方がいいからさ。結局そうなっちゃうんですよ。うん。人間。まあでもヘビじゃないのに越したことはないから。怒られるよ、あのね、レーザーの人もね。怒られるよ。ヘビいいよ。そう、三つヘビ。レーザーの人も相当頑張って、うん、なんかそういうヘビ嫌いとか、うん、いう人に合わせて、うん、白いモデル用意したりとか、ピンクのモデル用意したりとか。でも白ヘビとかピンクヘビでしょ。あ、でもヘビも取ってるんじゃないかな確か。へえ。あるやつももちろんあるけど、うん、なんか相当気にしてるんじゃないだから。あ、気にしてんの？多分。うん、別にヘビがあれってわけじゃないけど。なんかヘビあんま好きじゃない、爬虫類あんま好きじゃないから。一般論的にね。一般論的、私がね、私は爬虫類があんま好きじゃないから、なんかすごいなと思って。まあそれはわかるんですけどね。うん。ということで、はい、もう、今、ベイブリッジ渡ったんで、うん、もうちょっとですけど、久々、はい、数年ぶりのアイケアに行って、ね、何買うんですか、そもそも。あれですよ、キッチングッズですよ。棚とかじゃなくて、あの瓶とかそういうやつ。いや一応いいんですけど、うん、その車買ったから、うん、多分ミニよりもやっぱり大物は乗らないんだよね。だから棚じゃないよ、うん、棚とか、うん、棚いらないから、まあ、もう送んないといけないって、うん、まあ物は見れるけどね、うん、棚いらないから、うん、ちっちゃいものならお任せあれってことで、うん、はい、今日あのトランクルームもバッチリ整理したんで。あ、すごいね、はい。いや、なんかあの調味料入れねが欲しいのよ。あとあれでしょ、何、数年ぶりのイケアランチ、うん、ミートボール食べる。そうそうそう。なんかたまに食べると、あの酸っぱいサーモンみたいなやつ。そう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 。なんだっけあれ、サーモン、ちょっとこうなんか草が乗っかってる、なんかなんだろう、塩っぱい、なんかさ、しょっぱいサーモン、なんかクリームついてるやつ、めっちゃ美味しいっていうか、なんかわかんないけど、うん、たまに食べたくなるね。でもさ、あのミートボール美味しいっつって
冷凍のやつをさ買ってもさ家で食べてもなんか違ったから、ね、あのなんかイケアのあそこで食べる方が美味しいんだな。お店の雰囲気が多分いいと思う。そうさせてるんだよ、はい、じゃあちょっとイケアに向かってまたイケアに着いたらあの GH6 動画撮ろうと思います。はい、はい、さあということで数年ぶりですがリアルイケア店舗に向かいます。今回は、10-25mm のライカレンズを使って、また内蔵マイク、ただ内蔵マイクにちょっと、モフモフ加工、風防防止加工をしたのと、あと、ダイナミックレンジブーストっていう機能を今回使ってみてます。なんかこれやると最低 ISO がかなり持ち上がっちゃうんですけど、その代わりダイナミックレンジかなり上がるっていうことで、ちょっとこの機能を今回初めて使ってみようと思います。Vlog とか結構やっぱりダイナミックレンジ重要なんでどうなるのかめっちゃ楽しみです。じゃーん、アイケアやってまいりました。平日なんでまだ人は少なめな気がします。 Amazon プライムトラックが橋を渡っております。内蔵マイク Vlog がどのくらいこう有効に使えるのかめっちゃ楽しみですね。これ結構ゲームチェンジャーなんですよね。おー、やってまいりました。あ、なんかイケアの匂いしますね。懐かしい。焦った、回収できないかと思いました。めっちゃ焦りました。あの開くボタンが機能しなくてめっちゃ焦りました。一回完全に下まで行ってしまった。 Yeah, such a clap